はい時刻は9時30分を回りました、えー、嘘のような本当の輪がやってきましたね今週もチャーカン中皆さんお元気ですかはいえーね、東京から今週も、えー、ドクター水素ボトルの北條正宏さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いしますははい、えー、先週週に引き続き続、えー、今週は、ね、また 愛媛県からですね。はい、うとゆうやさんをお迎えしております。おはようございます、うとさん。おはようございます。よろしくお願い致します。よろしくお願いします。はい、えー、そんなこんなでね、私土肥でとお届けしていきますけど、まあ先週もね、本当にすごい、えー、お話があのあったりしました。ねえ、うそ。 みたいなところがあるんですが、まあ、何よりねこれ毎週お話ししてるんですが誰かがどこかで出会い、ね、健康に戻っていく、ね、痛みや辛さからだんだん解放されていくような健康状態になったらいいなと。 自分自身が願い、ねえ、誰かがそうなってくれたらいいなと願い、そんな社会が、ね、進んでいくといいと思っています。そんなわけでね、今週お迎えした宇藤さんからね、お話を聞いてみたいと思うんですが、はい、宇藤優弥さんはどうですか、何かやっぱり具合が、体調がとかお病気なんかあったんですか、昔でした。 特にはなかったんですけど、うん、補助社長の,その説明水素の,、うん、あの血流も合わせて見てもらったときに、うん、血管が、まあ、心臓に負担がかかってるような血管っていうふうに言われて、うん、でちょっとドキッとしたっていうところもあるんですけどで実際に水素を吸ったら血流がめちゃくちゃ速くなるのも体感できてあこれを本物だっていうのをそこでは 思いましたねなんかこう体調がっていうのではなかったけれどもそうですね体調がっていうのはなかったんですけどあのその水素を吸った翌日に、はい、その元々すごい寝起きが悪くて、うん、あのずっとその目が覚めてもずっと布団の上でゴロゴロしてるような感じだったんですけどもうそれが翌日にはパッと目が覚めてもうすぐ 朝の、うん、寝起きが変わったっていう人多いですよねパキッパキッって目が覚める、うん、まあ深く寝てるからこそなんですけどね深くね眠れちゃうんですね深く眠れます、うん、だからすごい時間もさることながらあのしっかり眠れるようになったっていう人もいるし深く寝るようになったから同じ睡眠時間なんだけど前より全然そ寝た後のこの気だるさみたいなのがないっていう人多いですね、うん それは、でしょうやっぱり代謝、こう血流が良くなるんです代謝が良くなりからの脳の、ね、血流も良くなることによってリフレッシュが早くなるとかねねそういうういこともあるでしょう、ねうん、あの私も、ね、よくあの知り合いの方がこのドクター水素ボトルを使っている方であの疲れが取れやすくなった、うん で聞くんですけどやっぱり深く寝られてるからでしょうねうもう全部結びつきますよね全部繋がってますうんなるほどなるほどねの出会いとしてはこれでもさ去年ぐらいなんですかああそうですね去年の7月か8月ぐらいに出会って、うん、そこからはこうずっと愛用してますね毎日はい、はい、毎日1時間は必ずじゃあ 佐藤ね、あのー、ご体調もまあまあよろしいかとお察ししますがそしてねイケメンですからねもねえも佐,佐藤健張りってよく言ってます <laughs> ほんとねなんかこうび美容師さんかなみたいな第一印象がねなんかかっこいいですねシャツ着てるシャツすらもかっこよく見える <laughs> そう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 思ってないですからねフリーマーケットで買ったよね,ね <laughs> 私の体つきでは絶対着れないようなシャツを着てますねえ <laughs>、うん、フッチャタンで買ったやつを着てますけど、ねね オオ、ね、オリリンビールまあそんな、えーねえー、ウトさんは、まあそのまあ、お仕事としては、まあ、IT だったりねあの美人の奥様という噂を先ほどちょっといろいろ見たんですけどもあのエステ関係をされたりということなんですが周りの方にやっぱりそうは言ってもい、まあ、お若いですよねウトさんちなみに。 今年37ですそうじゃんああ、はい、いい感じなねお年頃いらっしゃいますそういうちょっと具合が悪かったりとか水素ボトルを試されてなんかこういい出会いだったとかちょっと人生変わったみたいな方、うん、そうですね一番喜んでもらったのは奥さんのお母さん義理のお母さんかなと思いますね、うん、あのー、まあその疲れが取れやすくなったっていうのもおっしゃってましたし、うん、毎日45時間ぐらい 吸ってて、<ー>すごく痩せました。<ー> <laughs> 素晴らしいは、はい。顔もこうちょっとちっちゃくなったような感じになりましたし、うん、くびれもできたって。うん、すごい、いはい。<laughs> 喜んでもらいました。<laughs> あれはもっと真剣に吸わないといけない。ちょっと一旦 CM 行っちゃっていいですか、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返る ドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOO e a スト株式会社電話番号「はい、嘘のような本当の輪」ということでねパーソナリティー土井秀トと、えー、東京からドクター水素ボトルの北城正弘さんをお迎えしてますがねえはい、今週はスペシャルゲストにね宇藤裕也さんねえあの 義理のお母様、まあ、まあ大体ね、そうすると、ゆうやさんのご年齢からすると、大体あのこれぐらいのご年齢だなと思うんですが、あの、ドクタースイスボトルを、もう何時間かね、何日か吸って、や痩せてしまう方も実は僕、結構ね、自分の父にもいる、きれいになっちゃったとかあるんですけど、ね、これ、ななんでしょうね。あ、代謝が上がってるってことですよね。<laughs> ほう 血流良くなって、うん、その代謝がどんどん進んでるっていう状態ですね,ね私はね日常的に殺人的なスケジュールなんで <laughs> もうね昨日もねなんだかんだ言ってね12時ぐらいに帰ってきてみたいな感じだったしねそうなるとねそこの時間からあのラーメンとか絶対食べちゃダメですよね。 してるとなかなかね痩せられないしとかあると思うんですけどうでも女性の方僕もねその知り合いにこの間もね何,何回か前に出ていただいたあの「マイマイシーサー」の加藤さんかな子さんなんか毎月のように僕会ってるんですけどこの間ここで待ち合わせしたら「びっくええ!」って本当に <laughs>、えー、こんなに綺麗になっちゃってとか言って「あらそう」なんつってねこれ嘘でもなんでもないんですよ。うなんで 喜ばしいことですよね。これ最初本女性にも、うんうん、お母様、義理のお母様ね、もう手放せなくなってます。なってますね。はい、でもでもひょっとしたらその義理のお母様は我々より年下かもしれないですね。うん、私もねぼやーっと考えたんですよ。義理 <laughs> <laughs> のお母様何歳ですか？えっと57歳,歳,歳。おーっと年下でした。年下でした。正解。 還暦になりますからみたいな、ね、<laughs> ところなんでいつも言ってるんですけどもでもね、あのー、そろそろ、まあ、いろんな人としてねご体調も優れないところも出てくると思うんですけどいやーよかったですねそれはそれはねいい出会いを、うん、でそもそもそのまあ説明会からでやっぱりねあの生活されてる中でほかにもなんかいらっしゃいますそういうドクター水素ボトルをっていう方そうです、ね、身内。 でいうとそのまた義理のお父さんになるんですけど、うん、お父さんも定期的に眼科通ってらっしゃったんですけど吸い出してあの緑内障の数値が良くなった、うん、っていうのとか,か、ねはい、あとまあパソコンで作業とか下げたりもするんですけどもの、うん、がこうくっきり見えるっていうところでなのでお父さんとお母さんで取り合いしてるらしいですぜひ2代目に行ってください。<laughs> この間もお嬢さんと話して,てこのて、ね、免許証の,、ね、あのメガネが必要なんか検査あるじゃないですか書き換えのときとか、ねまあ、当然、まあ、分かんないですよ人によってはメガネ大好きだったり、ね、あのコンタクト慣れてらっしゃる方もいると思うんですが僕自身の体験なの本当に,、ね、本当に素晴らしい。 目が見えるようになってっていうのはね、あのすごく思いますね、夜、だから自信なかったんですよ、この土入りをね、してないと、あのやっぱりね、危険じゃないですか、でも今も全然眼鏡をしたことがない、日常、やっぱりね、素晴らしい、まあ、かといってね、2.0ぐらいあるのかどうかは分からないんですけど、でも私ね、うん、この年になって、老元気を持ってないですからねうん、うん、結構多いですよね、ねここの年代、普通にこうやって、なんかしようって、こうやってね、出してくる。 そうこうやって眼鏡ずらして見 <laughs>、うん、るとかね顔もこらのロケって書いて <laughs> <laughs> いますけどそうそうみんな同級生はもう遠く遠くにこう <laughs> 持ってったりとかねやるんですけど <laughs> ないですね全く、えー、素晴らしいですねまあほんとねあのー、あそうだあのー、ウトさんの奥様の,おおさまの、ね、エステなんかにもあれですか おお置いてるんかていでですす<あ>、うん、そうですねあの奥さんも、まあ、奥さんは水素ボトルの水素を吸ってもらいながら施術を受けられるっていうものであったりあ水素がふんだんに入っているあのミストも<ー>あのこう浴びいて、はい、施術っていうのも取り入れていますね、もちろん奥さん自身も愛用者ですし受けてますでしょう、受けてます愛媛県民の皆さん <laughs>、はい。 最近ねあのうちの水素ねあのミストボトルが入ってるのとそれから3,300円でこう上をねアタッチメント変えるとそのビューってかけられるそのお体にもかけてもツルツルになるしあの髪の毛もツルツルツヤツヤになるんですよ。でそれに私があの水素トリートメントって名付けて全国の説明会場で美容師の先生たちに水素トリートメントで。 タンクアップできますよって話してたの今大流行りになっちゃってて <laughs> この前驚いたのはね広島でそれで2万2000取ってるっていう病室さんが出てきちゃってでえっ、ー、とねこの前そしたらその上,上手がいて東京であの3万7000取ってますって言って3万7000取れてんですかったら取れてますっていう話、えー、か,かけてあげそううちの水素を あのスプレーでかける細かいミストでかけてあげて230、うん、分こう浸しておくと髪の毛がつるつるになっちゃうんですよ。うんうん、であと桶みたいにしておみあの水素水うちの水素水をためといてそこにジャボってこう、ね、美容室だったらこう<ー>後ろに髪の毛流してそこでこうゆっくりとこうねなじませていって乾かすととんでもないツヤとあの。 指通りが良くなるっていうことがあっていやこれ水素トリートメント登録商標取っとけよかったなって,言ってねもうね本当に流行っちゃったんですよ,そうなんで,すよでもねあのね水素は贅沢に数字時代っていううちのホームページのあのトップページに書いてあるあの言葉私考えた言葉なんですけど登録商標降りてしまったんですねですからねあのドクター水素ボトルを 使っている人しか使ってはいけない言葉なんなるほどですね<い>ね、そんなこんなそのドクター水素ボトルのまあ素晴らしいところっていうのがね全国で広がっていく今日この頃かと思います一旦 CM 入ります頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号 二七二二一一はい嘘のような本当の輪ということでね私パーソナリティー土井英斗と、えー、東京からドクター水素ボトルの北條さんをお迎えしてお届けしておりますがねええー、今週のゲストはね愛媛県から、えー、宇藤悠也さんねあのー、宇藤さんの、ね、ええとまあご自営業というかあのエステ ね、されて奥様がされてとていうことなんですけれどもやっぱりそういった先ほどの,、ね、あの美,容美容というかもちろんその、えー、エステの施術とでもいいんですかねあれはね、うん、の中でこう水素ボトルの,、ねえーまあ、あのいい感じになっていく状況をいっぱい見てらっしゃると思うんですがあのお体の部分ではやっぱり奥様も何かあったりされたんですかあそうですね、うんえっと、妻が 数年前にはなるんですがあの子宮頸がんを軽減してまして、まあ、上皮内がんだったので切除して、あのー、転移もなく再発もなく過ごしてはきてたんですけどもやはりこうがん家系ということもあるらしくてうん、うん、自分ががんかかるんじゃないかっていうのを、あのー、すごい気にはしてるんですけども。 でもこの水素ボトルに出会ってから毎日、妻も1時間1時間半とか吸ってるんですけどそういったところでの話が全く出なくなりましたねがん<ー>になるのかなっていうのも、まあ前まではちょっと気にしてる雰囲気あったんですけども吸い出してからは本当にそういった話をすることもなくなりましたしう、はい、自分がこう病気にならない 体作りをできてるんだっていうふうに思ってる感じがします。よく言うんですけどね、眼窩系って言うじゃないですか。で、眼窩系ってなんだろうって、糖尿か系ですとか、眼窩系ですって言うじゃないですか。もう自分でおっしゃるんだけども、あのー。結局は眼窩系の人って体温が低いんですよ。だから、その血管が細い遺伝が起こってる。うんうん、体温が上がらない。 だからが,が出やすい35度台の体温だと癌って出やすいのでそれで、まあ、先祖からね引き継いできた体ですからやっぱり同じようなこう性質が多いわけですよね。でそれが言わなくなってきたっていうのはあの体温が上がってきたりとか体調が良くなってくればそこには自信が持てるようになるっていうことですよね。うーん 何でしょうね日々の生活の中にそれこそ本当ね自信がねもうすごいだろうって言うんじゃないんでしょうけどどっかこの安心できるというか逆に言えばあの私なんかでもあの。 毎日どっかね、行くのに忘れてきちゃったら不安になる、ちょっとなんか携帯電話っぽいね、イメージがあるじゃないですか。で、そういうところもあるのかもわかりませんよね。あ、ですね。たい、ね、体温も本当に測り出してて、三十六点八度。を<ー>キープできてるも。もうがんならないですよ、その人。はいおうおう 嬉しそうに言って八六点6.8だった優優秀優秀、ね、あの私、もね調べたことがあって実は簡単にね、がんの腫瘍ができやすい家系でもなんでもないんですよね、うん、小條さんが言うように体温なんですよねって結局、うん、だからあの血管が細くて、ね、繰り返しちゃうんですけど、やっぱりそういう遺伝のままね、やっぱり遺伝子、ね、すごいじゃないですかで、そうなると、やっぱりそういう傾向になってしまう可能性が高くなると。 いうところなので、それをまあ不正でくれるというかね、助けてくれるものなんですよね。水素ボトルが良かったですね。本当良かっただったら全然心配ないでしょ。うん、すごい、うんね。いや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 。素晴らしいお話をちょっと伺えているんですけれども、<laughs> ね、まあ何を置いてもね、またあのホーク太子さんのねお話じゃないんですけども、うん、小さいねお子さんがいらしてね、ね私はまだ死ねないって,言って。 ね、頑張って、本当にドクター頑張る前にそのドクター水素ボトルに出会われてね本当にもうほぼほぼね、お、うん、医者さんからもそれこそ、えってね言われちゃうような状態に今あって、ちゃんとお子さんの送り迎えもできて、宿題見ることができてるっていうおっしゃる方がいるんで、一回実際この番組ももうね2度もね出ていただいたんですけど、まああのね、お子さん もうね、大好きなんですよね情報に大好きです、ねはい、そういえばあれです、ね、ホークさんもね、うん、子宮がんと卵巣がんだったですもんね、うん、で,全身にねとで乳がんもあって胆の癌がんもあってそれの全身がんを半年ぐらいで全部消えちゃったっていう推察っててね そういう,ふうにおっしゃってましたから。骨までって言ってましたね,ね。骨に転移してたのまあ骨はねあの、うん、なんていうの三ヶ月ぐらいで入れ替わっていくので、うん、そこはあんまり気にしなくてもいいと思うんですけど、うん、それ以外のね臓器臓器にできたようなものが全部消えたって言って、うん、すごいですね。ね末期の末期だったのにねすごいですよ。すごいですね。 ら、一部ね、例えば、あのー、肝臓がんだったり胃がんだったりっていうちょこちょこっとやっぱりね、それで出会われた方、聞くんですけど、そんな、うったらね、何種類も、本当にもう、本当に綱渡りというか、危険な状態で、残念ながら当然ね、髪の毛も全部なくなってしまっているような方がね、ドクタースイートボトルに出会ってしまってと思うとね、いや、素晴らしい。 いやお子さんのために自分もまだチビがだいぶ大きくなったんですけどたった一人いるんですけどお子さんいるってまたね親の生命力大事ですからそうですかそれはでも良かったですねはい本当とよかったです、はい、なんかその やっぱりどっかね健康だったりそれこそねあのガッツポーズじゃなくていいけれどもやっぱり自信を持ったお母さんだったりお父さんだったりを見て子供ってね育ちますから、うん、そういう意味ではすべての出会いでもそんなおすすめの仕方ありますよね今ふと思ったんですけど。 だから何もね健康だから必要がないかっていうと、うん、今未病、ね、そうそうもう圧倒的に未病ですよね、それで考えていかないとねなってからあったら大変ですもん、それはもちろんねスムーズにピューってよくなりゃ一番いいけれどもうそうと限らないですからねそうならない体作り体温を上げてうそういうことにならないそもそもっていうのが一番いいですよね。う 体づくりですよ、ね、なんかそうやって言うと日本人ほらとか、まあ、マッチョなねあれ想像しがちですけど病気にならないようにしていたいいやこれ切実な願いなんじゃないかなと思いますよね、うん、最近よくね未病対策って聞きますよね、うん、<は>そうですね,ね医,医療医学界のことなんでしょうかね、うん、どうなんでしょうかそうですねもうそもそもそういう流れですよ、うん どうやって治すかってことももちろんね、そういう技術っていうのも良くなってほしいと思いますけれども、そもそもそういったものにならないっていうことの方が大事ですよね治すって、自分もねやっぱりかなりの本当、ひどい痛風や血糖値、高血圧だったのもあったんですけど、<laughs> あの薬でなんとかね、無理やりあるじゃないですか。<laughs> 一時的なんですよねね薬はでもお薬で、ね、ダメージになっちゃう場合もあるし、うん、なかなかな、ね、な大変ですよなんとか抑えようとか、うんね、数値下げようとかあのこれをして飲み続けなさいっつってお医者さんから処方箋をもらうわけですけどそうならないように持っておくっていうのも。あの とっても大事な時代かなと思いますよね。でこれはあのよくね番組の中でも私言ってるんですけどこの出会うか出会わないかねここだけのような気がするんですよね。うんあとあ,あでももう一つあるねあのあと疑い結構あのゲストにいらっしゃる方僕も含めてなんです。うん毛本さんそれ同級生久しぶりに会った時に。 もう人生最悪の体調だったんですけど、ま、さ沖縄だってまさかやーって言うんですけどこんなこれでねこうやって鼻に入れて,て嘘でしょと思ったのがずっと話してるうちに体軽くなってくるんですよね俺冗談でもなんでもないなと思ってっていうのがあったりするので是非このね皆さんがこう出会うきっかけの時がありそうな時にまず疑わないことかなっていう気がしません 疑わずにとりあえず、まあ、この人は言ってるんだからあのついてってみようと、ね、あの説明か、なるほどってってでも、それが、ね、この間も出ていただいたうと、ね、さんか加,加藤良平さんに<あ>ご紹介いただいたただんでですすよねねそうもともと10年前18年前ぐらいにあの飲み友達になってて、うん、そこからずっと調子が悪いっていうのは知ってて。 でこういったものに水素ボトルに出会ってもしかして調子が良くなるんじゃないかなと思ってでお勧すすめしたっていう経緯はありますねそれがた、ね、また、ね、加藤さんから加藤さんのお知り合いへっていうねこのバトンを渡していけてるっていう話も聞けて素晴らしいですね皆さん出会いを疑わず ね、一度はなんだよって思いながらちょっとねお話を聞きたい時またねこの番組宛てにお電話でお問い合わせいただけても、ね、時々お電話いただく、ね、方々もいらっしゃいますありがたいなと思ってます。はいえー、そんなわけでですね、はい えー、今日もお届けしました嘘のような本当のままず疑わず興味を持ってみて,み、ま、み持ってみてください。で、未病対策ということでね、えー、ご病気の方、つらい方ということだけではないと思っています。うん、自分の体、友人、大切な人たちのことを、えー、思い合ってみたらいかがかなと思います。 はい、えー、そんなわけで、えー、今週もね、えー、いろいろとお話を伺うことができました、えー、みかんで有名な愛媛、えー、県から、ね、うとうゆうやさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、来週もほじマサひロさん、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。